皆さんこんにちは。今日はアンティークの帯を巻いていきたいと思います。でこの帯なんですけれども、普通に巻いてしまうと全然この柄が出なくて、今日は右肩にかけて時計回りに巻いていく関西巻きで巻いていきたいと思います。あれ柄が出ないな、前の柄が出ないなと思った時にこの方法でお試しください。それではどうぞ。の帯ということなんですけれども、少し難しくて、普通だったら私は左肩に毛先をかけて、そして時計と反対回りに関東巻きで巻くんですけども、そうするとこのアンティークの 帯の場合、前の柄が片方にしかついてないので全然柄が出なくなってしまいますので、今日はこのアンティークの帯は右肩にかけて時計回りに巻く関西巻きで巻いていきたいと思います。で今胴の長さを測ります。1周目が分かったら水色のこれで留めます。そして2周目も同じ幅だけ取ります。手先に向かって取ります。でそして分かったらここにピンクのクリップを留めます。これで1周目2周目になります。で2周目のこのピンクのところが巻き始めになりますので、こんな感じで押さえます。で巻き始めが分かったら一旦この左のクリップを、水色のクリップを外して下に留めます。そして上側も留めます。でそうすると手が離れますので、先ほどのこの巻き始めを下に留め直して、そして手先を肩にかけます。で反対に巻きますので右肩になります。でこのままずっと右肩にかけて、でちょっと短めなんですけれども、これも襟とクリップに留めます。で、普段と違う感じで時計回りに巻きますので、一旦これを右側から左に持っていきます。でそしてこの左手で帯の下ろしたところをぐっと持って右に締めます。でここの帯をクリップを一旦留め直します。そして後ろまで来たらもう一度帯の斜めに立ったなったところのを右手で引っ張って、左手でぐっと締めます。で締まったらもう一度先ほどのクリップを留め直します。真ん中で留め直します。で一旦手が離れますの で肩、右肩にかけた手先を下ろします。で下ろしたら右手で帯を押さえて、左手で短めなのでこれはこのまま折ってで前に持っていきます。で持ってこれたら左脇で留めておきます。でこれで一応帯が2回巻けましたので、あとはここの出たところを中に入れておきます。そうすると帯山の台に、帯枕の台になります。でお太鼓を作っていきます。で柄をきっちり出して少し上に上げます。で帯の垂れが床すれすれになるぐらいにこれで上がりました。で帯枕を入れていきたいと思います。で帯枕は硬い方が体について山が上になりますので、こう持ちます。それを
くるっとひっくり返して硬い方が自分の方、この山がこういう感じになってます。でそして今このいい柄が出るところで折り枕を入れます。で入れたら親指で硬い方を、折り枕の硬い方を感じて、人差し指と中指が柔らかい方を感じた状態でぐっと上に上げます。で上がったら前にぐっと引いて帯枕の紐だけ取り出します。で前にもう一度ぐっと引いて左を上にして2回から上げて交差してツイストしてリボン結びにしてぐっとぐっとおへその方まで下の方まで入れていきます。でそしてこの帯揚げはねじれていないかだけを確かめて、で前に預けておきます。これは本当の最後の最後にやりますので、とりあえずここに入れておきます。でここまでできたらこの仮紐を外してお太鼓の大きさを決めていきます。で真ん中で持って、そしてこの帯の下に入れます。で自分がいいなって思うところでクッとこうクッと上に上げます。人差し指でクッと上に上げて、お太鼓の大きさがこれでいいなと思ったら左手でお太鼓の下を持って、このクリップでお太鼓の下を紐ごと止めて大きさを確定します。で確定できたらこのタレを上げていきます。タレをずっとずっと上に上げていきます。で一旦上げて大きさがいいなと思うところで止めて、大体指1本ぐらいのタレの下になったら、そしたら紐ごとピンと張ってこれを前でまた仮結びしておきます。でこれでお太鼓ができましたので手先を入れていきます。で手先は今回アンティークなのでちょっと短いんですけれども、これを外してお太鼓の真下に手を入れて右手でこの手先を迎えに行きます。で折り返せたら、こんな感じで折り返せたら、帯締めを入れていきます。帯締めは真ん中を持ってお太鼓の真下に通します。通せたらこれを前でぐっと引っ張って、左が上、下から上、右から左、下から上、そして体の方から穴に通して真ん中を押さえた状態で引きます。でこれでお太鼓ができましたのでクリップを外します。でこの帯揚げを完成させたいと思います。右側からきっちり帯揚げを開いた状態で上から3分の1、下から3分の1に折り上げます。それができたらさらに2分の1にして山を上側にします。でこれができたら一旦クリップで留めます。で左側もきっちり広げた状態で上から3分の1、下から3分の1、そして山が半分になるように
山を上にしてさらに半分にして6分の1にします。で左を上にして下から上に引き上げて右上に引き上げます。でそれを真ん中に持っていって前に垂らします。でこれができたらクリップを外して4の字の鏡を見ながら作ります。皆さんから見たらきっと逆4の字になってると思うんですけども、この垂れた方を下から穴に、左の穴にほぐらせてずっとゆっくり引っ張ります。で引っ張れたらこれを真ん中に入れて残りを体と帯板の間に入れます。で下が沈んだ状態でこんな感じになります。でこれでできましたので仮紐を取ります。で、いらないクリップを取ります。で、帯の下のシワを取ります。そしてお箸を、糸の箸を片方の針を引っ張って横のシワも引っ張ります。で、こちらのクリップを取って出来上がりになります。これからも皆様のお役に